こなす番。とってものどかなところですね。のどかねえ、あれを見てもそう言えるか。おい、封印されしモンスターたちが解き放たれたんだってよ。森の方で暴れてるらしい。今こそ皆の秘められし力を。秘められし力？よくわかりませんが大変そうですね。私たちも行きましょう、お兄様。ああいうのはスルーで大丈夫だ。ここの奴らなら何とかしてくれる。まだ初心者のあなたが前に出ようなど100年早いですよ。なるほど、確かに皆様の足を引っ張っては大変ですね。めぐみんさん、ぜひ私にいろいろなことを教えてください。いいですとも、立派なコウマ族にしてあげましょう。俺の可愛い妹がどうしてこんなことに。ほうほう、もっと強くなりたいですか。はい、お兄様やめぐみんさん、ララティーナ、皆様のようなお力があれば民を守れると思って。頼ってもらえるのは兄として嬉しいけど、アイリスは十分強いじゃないか。誰が兄だ。いいか、確かにアイリス様はとても強い。しかし現状に満足せず、より高みを目指すため教えを請うているのだ。その高潔さがわからないのか。いや、俺たちに教えることなんて何もないっていう話なんですけど。わかりました、ならば伝授してあげましょう、我がコウマ族の神髄を。ありがとうございます、めぐみんさん。待て待て、アイリスにはそんなのいらないって。考え直せ。分かっていない男ですね。我らコウマ族の哲学こそ強くなるためには必須なのですよ。止めないでください、お兄様。私には越えなくてはならない壁があるのです。なあ、王女をこんな自由にさせていいのか。コウマ族の教えなんて受けたらめちゃくちゃになるぞ。確かに少し癖のある一族とは聞いているが、見ろ、目を輝かせたアイリス様の可愛らしいこと。ご意志を無限になどできようか。いや、できまい。分かってたけどダメだこの人。本来ならばコウマの里には私自ら付き従うべきだが、残念ながらこれから貴族たちの会合があってな。つまり、わかるな、佐藤一馬。要するに、兄としてアイリスのすべてを任せる、ついでにこれからは優雅に城で暮らしていいと。違う！アイリス様の護衛を任せると言っているのだ。くれぐれも粗相のないように。いいな。クレアったら、お兄様と一緒なら心配いりませんよ。ね、お兄様。仕方ないな。でも、ありがとうございます。めぐみさん、コウマ族はどのように戦うのですか。おい、アイリス、お兄様もついてきてくださいますし、早速クエストで試してみたいです。いいでしょうと言いたいところですが、甘いですね、アイリス。コウマ族の教えは簡単に身につくものではありません。そうなのですか。ええ、ですからまずは我が故郷へ向かいましょう。あなたもかつての私と同じように学園で学ぶのです。はあ、ぜひお願いします。はあ、これでアイリスが変なことになったら絶対にクレアが怒ってくるよな。あれ、知らない人がいる。誰？まあ、あなたがめぐみんさんの妹さんですか。私はちりめん問屋の孫娘、イリスです。我が名は米っ子、コウマ族随一の魔性の妹、魔王軍幹部より強き者。
イリス、減点ですよ。コウマ族のようになりたければ、米っ子を見習ってください。はい、たくさん勉強させてもらいます。いい返事です。では参りましょうか。我らが学びやレッドプリズンへ。この巣場、金髪のお姉ちゃん、すごいやる気。この巣場、姉ちゃんたち、遅いね。ああ、体験入学の手続きだって言ってたが、トラブル起こしてないだろうな。お二人とも、お待たせしました。イリス、違うと言っているでしょう。ほら、そうでした。幾千もの時を超え、我、権限セリ、この姿、刮目して見るがいい。どうでしょう、お兄様。どうって、イリスは何を着ても可愛いな。ありがとうございます。制服のことではありません。今の工場、素晴らしい出来でしょうに。まったく、メグミンさんが一緒に考えてくれました。コウマ族としてのかっこよさとはこういうものだと。金髪のお姉ちゃん、かっこいい。コメッコさんに褒めてもらえて嬉しいです。私、もっともっと頑張ります。コウマ族に染まりすぎるのもあれだから、ほどほどにな。それでめぐみさん、授業はどちらで受けるのですか？みんなで一緒に勉強をするなんてしたことありません。そう簡単に体験入学はできませんよ。まずは試験を受けてもらいましょう。え？コウマ族は崇高なる一族、教えを受けるにも正しい資質があると認められなければ。わかりました。どんな試験でも合格してみせます。ついてきてください。教員たちがあなたの力を見るために集まっていますよ。暇なのか？エクステリオン！一瞬の隙をついて切り返した。まだまだ荒削りなところがあるが、磨けば光るな。とんでもない逸材が現れたもんだ。これでいいのでしょうか？モンスターを倒すだけなんて手応えがないような。あ、もしかしてまだ続きがあるのですか？教員の皆様と手合わせをするとか。残念だが、今宵は満月の夜、俺の力を暴走させるわけにはいかないんでね。我が右手がうずく。悪いけど、今日のところは帰らせてもらうわ。今はその時ではない。運命の輪の巡り合わせを待つがいい。あの、どちらへ？強すぎてビビったんだろうな。まあでも、認めてもらえたってことだよな。そうですね、合格です。やりました。おっと、喜ぶのはまだ早いですよ。一つ、大切なことを忘れていませんか？お姉ちゃん、戦いが終わったら決めポーズ、それから名乗りをするんだよ。かっこいいやつ。あ、そうでした。名乗りを制する者がコウマの戦闘を制するのです。それを忘れてしまうようではまだまだですよ。ほら。はい、我が名はイリス、コウマ族に憧れ。お話になりません。コメッコ、お手本をお願いします。うん、我が名はコメッコ、コウマ族随一の魔性の妹、魔王軍幹部より強き者。迷いなくスラスラと。さすがです。さあ、イリスも続くのです。
もちろんただ言うのではなく決めポーズも怠らないように。あ、はい。はあ、こんなのができても強さとは関係ないはずなんだが。私、いや、我は道は険しいですね。この巣場